どうも、ゆうチャンネルのゆうです。本日は久々にラウンド1に来ております。そうですね、久々なんでちょっと中に何があるかわからないんで、とりあえず中行って何撮るかちょっとやっていきたいと思いますね。で、ちょっと中変わっとる気がするんで、もう数ヶ月前まで、そしたらやっていきたいと思います。はい、そうですね、まずですね、セーラームーンのネプチューン、こちらの方ですね、やっていきたいと思います。これね、撮ってなかったんであれですけど、まずですね、初期位置がこの位置ですね。なんで、ちょっとはめれるかどうか。おー、惜しい惜しい惜しい。ただですね、まあ、ラウンドダンス、力ない気がするんで、今の見とるとね、とりあえずもう一回同じところ。さあ、どうなるか。おー、とりあえずはまったのははまったので、まあ、こうなってきたら、ワンダーさんとかだったら後ろ回したら結構グイッていくんですけど、後ろでどうなるかですけど。さあ、持っていけ。あー、まあ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 、若干ですね。若干動いたんで、もう一発ですね、やっていきますか。さあ、持っていけ、持っていけ。いや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 、まあ入ってなかったのもあるんですけど、ちょっと力弱すぎるかなーって感じがしますね。さあ、これで持ってかんだらちょっときついよ。マジかー、マジかマジか。そしたら逆に反対側でやってみようか、次ですね。これで無理やったらちょっともうやめようかな。ちょっと力なさすぎるんで、ちょっと散財する気がします。うわー、やばそしたらですね、セーラームーンは諦めて、僕ね、これ結構ね、欲しかったんですよ。万代さんでね、すぐなくなっとったんで、キング・オブ・アーティスト、ユージ・イタドリですね。こちらの方やっていきます。呪術廻戦ですね。おー、結構持つな。いけいけ。おー、いいですね。行ってみたらこれ。確率無視できるんちゃうかな。バックドロップしていきたいな。さあ、返していけるかどうか。バックドロップで、ぐーっと出口まで持っていかない。そうですよね、持ってないよね。多分下が重いんで、とりあえずまあ、一回持ちますか。持ってってどうなるかな。そうですか。まあ、立ったのか、上に。ちょっと普通に持っても、どうやろうな。どうやろうな。下までいかんもんな。おお、とりあえず倒れてくれたんで、まあ、立つよりはいいですね。もう一回、バックドロップ。いけるかどうか。さっきより手前ですね、こっち。手前っていうか、左側ですね。ダメですね。やっぱ下かな、重心。じゃあ、普通に持ちましょう。これね、万代さんやったな。橋渡しやでな、結構簡単に取れた感じするんですけど。マジか。立つ、また立ちますか。おーっと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 、あー、惜しい惜しい、詰めかかったな今箱の間に。まあ普通にやっていきますか。いくらでね、確率つけるかなんですけど。さあ、そのままでいいよ、そのままでいいよ。ちょっと手前すぎるな。届くんかな。とりあえず一回やってみますか。で、無理やったら、ちょっと店員さんに呼んで、初期位置にしまいますか。うわ、届かなそう。届かないね。戻してもらいますね。はい、ということでですね、初期位置より若干出口寄りに寄せていただきました。で、まあ、普通に一回持ってみます。この感じやったら、さっきの動きしてくれたら、最初の1点目だよね。一発でいけそうな気がする、実力で。さあ、持ってけ、持ってけ、持ってけ。おー、一緒かい。また一緒かい。そしたらもう一回回線いけるかどうか。さあ、これで取れたら完璧なんですけど。いけ、あー、持ったよ、持ったよ。でもいい形なんですけどね、持ち方はね。さあ、持てよ持てよ。
追っていけ、いけ、いや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 、結構かかりますな。やっぱ人気なのは明白かな、こう見るとね。よしよし、いけよいけよいけよ。あーですか、ほぼ初期位置やな。まあまあまあ、とりあえず2本で持ってみるか。3本じゃなく2本で。いけよ、いけ、よし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 。そしてまあ普通に持ってみますか。まあ、これでどうなるかなんですけども、どうなるやろ。うわー、マジかよー、まただったな。届かんで、これ刺しますか。若干刺してみて、よいしょよいしょ。とりあえず形戻ったんで、ここでどんな形で持ってってくれるか。さあどうや、よっしゃ、来た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 、完全に来た。実力で通りましたね、これは。そうしたらこれは返していきます。またの名をバックドロップ。まあ返していきましょう。2本で持って返しましょう。ギリギリ持ちますね。さあこれで大丈夫なはず。結構ギリを持ったで、よしよしよっしゃ、オッケー、いいですね。これは完全に実力で取ったと言っても過言ではないですね。そしたらですね、キングオブアーティストユージイタドリ、こちらのねフィギュアゲットです。そしたらうちに帰りたいと思います。本日は呪術廻戦キングオブアーティストのユージイタドリ、こちらの方ね、前ねバンダイさんでね、もうすぐなくなったんですけど、こちらの方ゲットいたしましたので、うちに帰って開封の方ですねしていきたいと思います。それではうちに帰ります。よろしく頼むぞ。はい、うちに帰ってきました。そしたらこちらのですね、キングオブアーティストユージイタドリ呪術廻戦ですね、こちらのフィギュア、前だいぶ前なんですけど、ワンピースの時結構これ造形良かったんで、こちらの方出していきたいと思います。はい、上の方ですね、開けていきました。まあ中はね結構動く感じはあるんですけど、まあ重心自体は下にあるんかなって感じしますね。で返しもちょっと難しかったのかなっていう感じですね。そしたらこちらの方ですね、出していきたいと思います。はい、フィギュアの方ですね、出していきました。いやいや、いい感じですね。まあキングオブアーティスト結構ね造形いいっていうのはあるんで、まあワンピースのねルフィとった時もこんな感じで入っとったんでね。そしたらですね、こちらの方組み立てていきたいと思います。はい、組み立ての方ですね、完了いたしました。いやいやいや、これねやっぱりいいですね。すごく造形良さそうですね。いや、かっこいい、やっぱり。イタドリ、やっぱりかっこいいっすね。いや、いいですね。ルフィもね、結構かっこよかったんですけどね。でですね、キングオブアーティスト。こちらね、ワンピース。そのですね、4月出る予定なんですけど、中国のね、ロックダウンでね、まあ、いつになるかわからないんですけど、これ出たら撮っていきたいと思いますね。そしたらですね、本日の動画はこれで終了したいと思います。少しでも買ったら、チャンネル登録、高評価、通知、コメントよろしくお願いします。